元気がないぞ。わあ、元気がないぞ。さっきまでの姿勢どうした？やる気が出ない。週末ってなんかやる気が出ない。いや。あのね、美味しいものすごいですか。そう。これうまいって言うか。肉じゃないですか。肉。肉？違う。魚。ワラスボヤン。ムツゴロウ。ムツゴロウなんだ。いい、やだな。気持ち悪い。このムツゴロウを使って、うん、僕以前ヨレイと一回やりました。何を？食べるラー油。うん、やったね。昔ね。そう。うん、それをムツゴロウで。食べるムツゴロウ。作れるの？できんじゃねと思って、うん、やってみよう。やりましょう。しこれ簡単だから。やろうか。はい、それではムツゴロウ、なんか仕事もくれ。あ、これで粉砕。はい、粉砕していきます。こんなんだからね。なんか俺だめ。これね、ミキサーかけます。はい、完全に粉砕でいい。もう粉砕でいいよ。あ、ちょっと食ってみない？美味しそう。あ、めっちゃ美味しいらしいよ。らしいなんだ。らしい。俺食べたことない。いただきます。ちょっと食べてみよう。うん、甘いぞ。うん、甘いね。うんうん、普通に魚のいりこ。うん。焦げっぽいかなと思ったら全然。うん。焦げ。不可もなく不可もなくやね。本当にね。イーブン。いりこ食ってる感じやね。うん、ムツゴロウ粉末状にします。はい、お願いします。で、僕は一味を。一味？あなた辛いの苦手じゃなかったっけ？苦手です。嫌いじゃないよ。あと、サキイカも粉砕してください。粉砕。じゃあこれまた洗わないといけないんじゃん。まあ、混ざってもいいと思うけど、まあ、多少粒が残っててもいいですけどね。まあ、大きいね。この頭は出てくる。それでやってもさ、もう遠心力で上に来るだけで。これもなんか絡みつけたけどのような気がするんだけど。ちょっとでかい部分が来る。硬すぎて無理だ。切り注いで。ご飯あるのかな？もうないか。あ、もうないの？でも食べるラー油美味しいもんね。ねえ。うまい。なんかの食べるラー油めっちゃ。じゃあこれ夜ご飯カレー食おう。お。お、いいっすね。いいっすね。結構でかいのもあるけど。まあいい、いいよ。こんくらいで。いいよ、いいよ。やります。はい。よう昔俺としたって覚えておいた。今思い出した、この光景見て。兄弟がカメラしてくれて、これあのマジックブレッドの CM みたいな。あー、なんかつまんないやつ。多い。今つまんないやつ。あ、ほんとや。ロボットのつもりで。音がロボットっぽい音するから。あ、解説を先生。解説を。解説したら面白くて反映する。はい、できた。ありがとう。そしたら温めていきます。それなんかの実験で使ったフライパンじゃないっけ？そうね、うん、なんか徳ちゃんがルアー作り予定やつやったよ多分。よし、やめた。これ、おいしいけんのガスが。よし、じゃあサラダ油入れます。で、ごま油入れます。はーい。と、あともう一味っすね。はい、はい、一味スプーン取って。スプーン結構入れるんですね。結構入れるよ。スプーンがないです。とニンニク入れます。おー、この麦さんが言ってるスプーンがこれだな。お、いいね。よかったんだ。水それ。最初に、うん、油油油。あ、そっかそっか。そう、ごま油とサラダ油。うーん、で、コチュジャン入れます。全部目分量。もう今もう目分量。うーん、まあ配分はそんなに。そうそうそう、意外影響しないね。よし。あ、普通の食べるラー油だとこのムツゴロウなしでするだけでいいの？そうね、イカ使わなかったりとか。イカも揚げガーリックとか。
そうそう、何でもあり。ああ、そうなんだ。別になんか入れるのは別に何でもいい。何でもあり。もう乾燥ネギです。もう乾燥ネギ。もうてか。すぐ乾燥する。もう乾燥ネギってことはもう完成間近。もう乾燥。そうね。はい。で、すりごま。すりごま。これは早くも。もうすりごまです。はい。よし。はい、次砂糖。砂糖。いよいよ砂糖。砂糖、いよいよ砂糖入ります。どーん。結構甘め。で、塩も入ります。ついに。ついに。はい、塩どーん。で、黄金一味。輪切りの唐辛子。さらに。はい。一味をあんなに入れたのに。そう。もう結構ごま油入れる。これさ、すぐなくなったよね、前回作った時。そう、これがすぐ。ね。だからもう本当具になる。具になるんですか。具になる。具。なんか油がこう浮いとくやつあるやん。はいはいはい。具になる。具になる。具になる。次に。それではイカ入れます。はーい。おお。はい。全部入れるんだ。全部入れる。だからこれで具になるんだ。具になる。でムツゴロウ。ムツゴロウ、乾燥ムツゴロウ。ああ、魚味効いて美味しいかもね。よし、いりこの代わりぐらいの感じだよね。油分がもうちょっと入れる。吸い込むね。そう、めっちゃ吸い込むんだこれ。吸い込みますね。へえ、美味しそうじゃん。いや、美味しいと思うんだけどな。わらすぼ、なんか最初そのわらすぼ見せられてニヤニヤしてたじゃん、上で。その時はちょっとって思ったけど確かに美味しそう、わらすぼ。無駄に俺も混ぜる。出来たてがまた美味しいもんね、あったかいの。そうそう、これご飯によく合うからね。なんかでも前作った時よりあの水分が、ね、みりん入れます。はい、オリーブオイル。こんな感じだったね。で、醤油ちょっとだけ醤油入れます。しまったね、味が。しまったね。しまった。キュッてなった。あれ？じゃあ味見してみていい？いや、まだ油入れてもね、正直に言いますよ。うまい。お。なんか、はよ、ご飯だ、ご飯。これ、ご飯に合うからね。めっちゃうまい。辛みが欲しい、まだ。あ、でも、すごい辛いよ。うん、うまい。これ、ほんと簡単。めっちゃうまい。これ、めっちゃうまい。これ、完成よ、これ。完成です。名刺。完成です。名刺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 。わぁ今、後ろ。強いもん、この人。ほら、ほら。おぉおとなしくね、ちょっといろんなとこ行ったら。そしたらこれをご飯かけたら、ご飯待ちまーす。はい、やりましょう。はい、ゲームショー、ゲームショー、ゲームショーということで、はい、完成しました。はい、ご飯が炊けました。はい、どっちかというとご飯に合うのかな。いやちょっと食ったらむちゃうまかったよ。むちゃうまいぞ。合うのかな。じゃあかけていきます。みんなこんくらいでいい？はい、はい、わらすぼ、むつごろ。はい、わらすぼご飯いただきます。いただきます。絶対うまいやん。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。うん、うまっ。うん、うん、辛い。うまっ。うん、うまい。辛い。自分で作ってる。これうまいよね。うん、うまい。いや、でもおそらくやけど、さっき言った飲みの方がうまいね。まあ、あ、でもこの魚の、まあ、あ、魚の香りはあれのおかげか。うん、うん、歯ごたえいいね、この魚。うん、めちゃくちゃうまい。うん、やっぱ俺ご飯もうちょっと食おう。これは食が好き。うん、カレーもあるね。カレーもあるけん、カレー食べようと思ったけど
ちょっとね、これね、進むわ。これうまいね、やっぱね、うん、夜ご飯が入らなくなるとかいろいろ考えたけどね、無理無理、うまい。進む、ご飯が進む、うん、でもも2杯目やん。いや、1杯目ね、1杯目ね、持ってな。いや、1杯目そんな美味しくないし。これうまい。予定では瓶に詰めて、うん、あの保管しておこうかなと思ったけど、うん、今日なくなりそう。なくなりせん。なくなりそう。あ、曲ちゃんがさ、うん、美味しいのできた時さ、わざわざ外まで食べさせてくるよね。嬉しそうに。この前も。ってことで、はい、今回ムツゴロウで食べるライス作ってみました。はい、まあなくても。まあ同じようにすぐ簡単にできるんで作ってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃうまいっす、うん、酒に合う、ご飯に合う。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、おめー、はいー。